やっほーほほこんにちはあやでーすダブリナでーすアリサとさ、やってさ、まあ、結構メイクが違うメイクが違うから、ね、アリサにやってみたいなと思って今回はアリサにアヤのメイクをしてみたでもカラコンは今ねこれしか持ってきてないからアヤのもね動画入ってるからね足りれないなと思ってこれだけは残しておいたままスピンになっていきたいと思います 3,2,1 はいということでなんかさギャルみたいなことしなくて早く撮るわー小学6年生ですママということで今からメイクをしていきたいと思いますされまーす。はい、このスタジオ塗っていきます。え？どこにしよう。こんなに雑にやられる。アリサの大事なこのクマを。ほら見て。死んだ目のようだし。じゃあこれ。死んだ。ちょっと待って。顔でかい。ちょっとね。話すないんだよ。お前現実を知れ。怖いんだけどなんか目玉ギョロンって出る。魚だから。魚なの。本当だ。本当だ。目出てるらしいから優しく。目出てるから優しく。なんかね触んないと分かんない。いや分かるよ。見るだけで分かるよ。でもそんな気にならないよね。めっちゃ前向いてみて。出てる。初めて知ったんだけどアリサのここ目玉出てるなんて。はい。オッケー。はい。消えたかな、うん、ちょっとは消えたっしょ多分ね次は眉毛を描いていきますあれさ眉毛独特だからさちょっと頑張って頑張るわ神経質本当は独特すぎてどこが眉毛か分かんない結構ね分かんない自分でもだから分かんない眉毛サロン行こうかなって思って行った方がいいよこれ本当に絶対綺麗にしてくれるからでも眉毛も茶色なんだねそういえばそうちょっと茶色くない薄い両サイド違うと思った全然違うほらえ高さクソ違うんだけど違う元からさ違うよね高さうんまあいいや分かんない人ってね対象の眉毛あんまなんないなるほどね結構出てるから注意してほんとだ全然違うすごいねなのかありさ、うん、でもいけるよ意外と何やもんやそんな感じなんだっけ涙袋を描いてクマ気をつけてねあ、分かったそうだよねちょっと笑って気づいて普段描かないからクマをこう気持ちよさせクマをいいように使って涙袋にしちゃうってなんかクマが悪化したオッケーオッケーその笑いやめてよオッケーオッケーメイクしてるっしょやっぱしてないあやの通りやってんだけどあやもね結構涙袋抱えてんだけどあやさんみたいなのおいクマないから、ね、闇メイクみたいになっちゃったまつげ長いそんなに塗るいいよ絶対塗った方がいいよ下も塗る下まつげ長なんでこんなあんの長すぎてやばいそんながっつり入れてんの彫り深いよねアリサ割とありがとうなんかこのメイクを通してアリサの顔の構成をやばいなんかめっちゃケバいんだけどアリサそんなケバくないのケバくないよねいや違うメイクしてるしてないよこんなリップ絶対さ、アリサ使わないでしょ、はい、最後にこれあ、ラメをつけて完成はい、どこにここです、うん、完成はい、ということで完成いたしました前向いていいよ硬いのかなということで3、2、1イエーイどうですかマジでやばくね結構ね、アリサがやるとね、ケバく見えるね、ケバいんだって見て、同じメイクだよ、これねあ、カラコンのせいあ、カラコンかもカラコンだ
でもめっちゃ可愛いよ。なんかふわふわ系になった。アルサとはほど遠いふわふわ系のね、普段たるめにもしないしね。そう、チークもピンクだし、リップもほらこんなねドゥルンドゥルンのやつだよ。アイシャドウもちょっとピンクっぽい、ピンクっていうのかな、茶色じゃないやつ。そう、いつも茶色。また近くで見せてあげて。こんな感じです。割とイケメンだもんって。一つ言わせてもらっていいですか。なんでいいじゃん。だってこれで浴衣とか着たら絶対モテるよ。はぁ、マジナンパされまくりだよ。でもカラコンのせいかな、なんかすごいケバく見える。ちょ、メンタル一回くり抜いてみようよ、二人で。ほら、いや、釣り目だからだよ。釣り目と垂れ目って全然違くない？そうなの。うん、涙袋、思ったよりこっち平気。意外とそう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 、できてる、できてる。上からめちゃめちゃ上から言ってたカメラ越しだとね、いい感じに映ってる。うん、生で見るとちょっとケバく見えるけど、鏡越しだとすごいね、ふわふわ系。うわっぷり撮ったらね、めっちゃ目反応されそうだね。うん、やばいと思う。ボーン、こんなん言ったらさ、もう下まつげも 塗らないからさ、深海魚ですか。はい、終わりました。じゃあ次はうちが無理無理無理あやにメイクします。無理だって、マスカラ塗らない時点で無理だし、キラつきらめつかない。じゃあつける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 、マスカラつける。下で触んないで。はい、ということでこんな感じで、こんな感じでした。バイバーイ。